どうもー、どうもー、空手家の矢部でーす。あ、いえ、おいえ、俺イリエー、よろしくお願いします。お願いします。いや、やっぱりライブスタンドが、はい、今度ありますけども、いや、2008年、はい、うん、ライブスタンド08が、うん、ありますね。去年も僕ら出させていただいて、はいはいはい、僕ステージ上で足がつるという、はい、ねえ、はい、アクシデントがありましたから、今年はないように。そうですね、はい、ネタの本番中に足がつって、はい、座りながら途中から漫才を。そうですね、漫才じゃなくなったからね途中で本当に後ろのお客さん見えてなかったですからね、はい、そうですね。それも衝撃的だったんですけど、はい、さらに衝撃だったのが、はい、ちょうど僕らの時間帯、はい、僕ら小さめのステージやってたんですけども、そうですね、裏で木村雄一さんが始まりまして、うん、写実が始まって、そうなんですよね、うん、で僕らの前が、うん、花丸大吉さん、チュートリアルさん、空手家っていう順番 で、ね、チュートさんが終わった瞬間に、はい、お客さんが尋常じゃない勢いで木村さんの方に向かっていって、ね、流れてったんですよね。それでもう僕らネタやってるんですけども、うん、戻るお客さんが将棋倒しになるっていう、そうですね、早く行かなきゃ、早く行かなきゃってことでね、はい、そんなに焦らなくてもっていうね、はい、そうですね。その後のハローケイスケさんが無残でしたね本当に僕らで減ったお客さんがさらにハローケイスケさんでまた減ってっていうね、はい、今年はね、その辺も運もね、楽しみ見どころの一つということ で、お客さんそういうところもぜひ楽しんでいただいて、はい、そうですね。あとは僕、はい、いつも恒例のローリングをしてますんでね、はい、ローリング、はい、お客さんをね、こう見るというね、可愛い子がいるかと、うん、ね、本当にそれ関係ないでしょ。いやいや、僕は毎回チェックしてますから。関係ない。ライブスタンド地方からみんな見に来て可愛い子がいっぱいいますからね、はい、あ、じゃあ芸能界のスカウトもあるんじゃないでしょうかね、はい、あ、入江くんの、ね、ローリングしてもらえるように、はい、そうです、頑張ります、はい、お願いします。